ートへレッツゴー。スケマサ、スケマサおかみとドームです。今日は寒いね、浅草で食べ歩きのお散歩をしたいと思います。髪の毛が行ってきます。1軒目どこ行きましょう。そこの昆布屋さんも有名だよね。昆布屋さん、うん、昆布削り出してくれんの、その目の前で。あれはこれ人形焼き屋さん、これも美味しいね。人形焼き屋さん外さない感じだね。あ、これこれこれ、ここ絶対食べ歩きするならここ。きび団子と甘酒2つ、2つください。きび団子いただきます。動いちゃいけない。ふわふわ、めっちゃ美味しい。鎌倉みたいな。甘酒どうですか。あったかい、寒いよね。寒かった。ちょっと一個がすごいぞ、優しい甘さ。いただきます。なんこれ、ふわふわだよね。なんこれ、お餅とは思えない。想像してる、でもじゃない。うん、そう、浅草は食べ歩きが禁止なので、うん、お店の横で食べなきゃいけないんですけど、ちゃんとこうやってね、テーブルとかも用意してくれてて優しいお店ですね。スケマサ、次はどこへ。次は私の超おすすめのおかき、ルレオ。これはね、絶対食べてほしい。ここ、はい、あら、かわいい、ありがとう。めちゃくちゃ美味しいんだよ、これが。お願いします。ここで食べなきゃいけない。うん、中でどうぞ。いただきます。周りがサクサクしてて、中がしっとり。そう、これ大好きなんだ。なんかさ、いちじくみたい。わかるわかる。早い、ごちそうさまでした。寒くて鼻真っ赤っかだよ。おかみ、いや、美味しかったでしょ。美味しかった。ルレおかき、あと絶対行くのがまんじゅう。これ絶対食べた方がいい。うん、待って、これ超かわいい。かわいい。お揃いの顔してる。すごいね、お正月バージョンになったんだね、この上が。うん、上普通にお腹空いたら、そこのね、見えるかな、そこに映ってるうどんっていうお店がおすすめです。いっぱい揚げまんじゅう屋さんあるんだよね。でもやっぱりこちらがおすすめなのは一番奥、あそこが一番美味しいよね。指が動かない。こちらがあけまぜこしあんになります。ゲットしました。私のがこしあんで、もんじゃ、もんじゃ、いただきます。カスタードなんだけど、あれ、あんこ買ったんじゃない。あんこ買った。あんこ頼んだのにカスタード。美味しいね。でも、うん、美味しい。もんじゃってことはさ、しょっぱい系だよね多分。中身が、あ、中身がもんじゃ、うん、いや、あと近いわ。いる？はい、たったね、来たで、来たで、もう2個目のみくじいこで、ルンルン、いきます。はい、何番？23。また、あれ？なんすかそれ？今日じゃん。願望。かないだって。かないにくい。かないにくい。病気危うい。おかみは、ね、願望かなうけども能力を考えましょう。わかるわかる。いい兆しが見えてきましただって。どこに書いてあるの？先だけで、ね、いいことに出会うでしょうなんて。うん、超いいこと書いてある。オッケー。じゃあ、まずはここに結んだら。今日の札はお焚き上げしますって書いてあるから。飛んでっ
ちゃいそう。オッケー。スケマサ、スケマサ、スケマサ。多分最後は今日だった。はい。でも私が基地引いたんで大丈夫。プラマイゼロとそう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 。浅草食べ歩きの後はスケマサコーヒーでコーヒーを飲む。温まっていってください。じゃあまた。仲見世のおすすめのお店はどうでしたか？行ったことない方は絶対行ってみてね。来週は浅草土産を紹介するよ。30分並んであれを買ってきました。絶対見てね。